地球です、ヒント、はい、現在私は熊本県上天草市に来ております。天草自体がですね、約7年半ぶりの天草、そしてですね、この今温泉近くの弓ヶ浜というところにいますけども、温泉来たのが9年ぶりぐらいでございます。今回はですね、まず天草で温泉入ってまいりました。久々にですね、この温泉だけではなくて、この旅行機の移動中の様子、トークなどもご覧いただきましょう。さあ、綺麗な海だ。さあ、ということで、7年半ぶりの天草です。これ、7年半も経つと変わりますね、状況。今走ってるの私が、大谷の三角通り、2018年に開通したそうで、新しい道ができてるんですね。上天草が、7年半ぶりです、2012年の9月の九州青年祭熊本で行った以来、そして、ですね、下天草というか天草市自体はなんとですね、もう10年ちょうど10年前の大学の卒業旅行以来です。ということで今新旧天草1号橋、左が昔の天文橋で、今から行きますのがこちら天上橋、新ですね、新しい1号橋ということで、初めて通ります。天がですね、天草の天、天で浮市の城を取って浮で、城で天上ということで、で天城橋とかついていいそうですけどもね、天城越えとか言って、昔佐賀に行った時、大学時代佐賀の真面目な先輩がですね、本当カラオケで夜中の2時に、天城越えない丸々越えという、下ネタなんで自重いたしますけども、歌ったのが衝撃的でした。ガバイエスか天上行この橋ずっと行けば天草に。天草行ったことはございます。で、主に、大学時代の思い出は2つです。1つ目が、通学合宿に、行きました。これ社会学のゼミでしたが、天草市の、宮地岳小学校という、小学校、今はもうなんか廃校になっているようなんですけれども、2008年の秋にお邪魔いたしました。もう当時もですね、複式学級、同じね、2つの学年が一緒の教室で同じ授業を受ける、方式でしたので、非常に児童の数は少ないながらも、その分、地域や保護者の方とがですね、一体となって、協力教育をされているというイメージでございます。そこでですね、私もスタッフとして行きました。通学合宿というのは、その家ではなくてですね、公民館に寝泊まりして1週間ほどそこから学校に通うという、集団的、的のですね、社会性などを身につける、ものでございます。そこでですね、本当いろんな体験させていただきまして、その打ち上げですね、保護者との打ち上げの時は、美味しい天草の海産物をいただきましたし、またですね、もらい湯といって地域のですね、方にのお家にお風呂を借りに行くですね。その際に、私も社会人というか20歳になってましたから、そのお風呂借りた、ご主人からですね、ビールをいただきました。そしてビールを飲んで間もなく鼻血が出ました。鼻血垂らさないで、またですね、私、ご存知の方も多いと思うんですが、大分県の豊肥地区というところですね、武田市豊後野市地区の出身ですので、その豊肥ということで、よくおならをするという豊肥の、ごめんなさいね、他の武田市豊後野市の皆さんには大変申し訳ございませんが、私さえよくおならをするんです。で、通学合宿中、私はその男子小学生と一緒に寝たんですけども、とにかく親方おならばっかすると言ってました。で、その時に私、びっくりしたのがですね、天草ではですね、おならをすることを、へを振るというんですね。関西でしたおなら、へをこく、
で、私が住んでいる地域ですと、ヘオヒールっていうんですけどね、卵を言うところで言いますが、ヘオフルンだということで、なんか五段活用ができてるなということも言いました。さらに、もう一つですね、今度は倫理学の睡眠にも私、まあ、一時期所属もしておりました。でですね、倫理はですね、姫戸っていうところ、上天草の姫戸に行ったんですね。多分ドルメンとかなんかいう、こう、山の上にこう、祭りの跡みたいな、こう、不思議な石のですね、とくものがあるところなんですけども、まあ、そこでキャンプしました。非常にですね、こう、雨降る中、バーベキューしながらですね、まあ、楽しい思い出しました。で、まあ、倫理学の教授、現在はですね、実は学部長にされているほどのベテランの先生なんですが、まあ、当時先生と一緒に飲みながら、みんなで大富豪して、で、負けたら罰ゲームでモノマネしようということになりました。で、まあ、結構、まあ、おっとりとした先生なんですが、大富豪で罰ゲームになって、そして、モノマネしました。ゲゲゲの鬼太郎のですね、目玉親父のモノマネしました。おい、鬼太郎！いや、お茶目でしたね。先生が、まあ、関西出身ということもあるんですけども、ノリは良かったです。まあ、余談ですけど、今、こちら、左手にですね、お弁当の飛来があります。画面、ちょっと映ってます。カメラ傾いてて申し訳ないんですが、実は、この倫理学の先生がこのキャンプに行く途中に、こういう話したんですよ。熊本はその弁当の飛来多いよね。ところでよく見ると、弁当の飛来とお弁当の飛来って2種類あるよねと。よく見るとそうなんです。今、左手の天草のはですね、お弁当の飛来なんですが、中には弁当の飛来と書いているところもあるんですね。この違いは何だろうかということで、なんかさすが倫理学の先生ですね。目の付けどころが違って、どんどん探求しますね。天草って本当にですね、グルメが美味しいんですよ。食べ物が美味しくて、特にやっぱこの島ですから、海産物が美味しくて、本当身が引き締まって美味しいんですよ。で、まあ、昔天草の青年団の先輩がもう、ね、ずっと自慢してました。2つのこと。一つが、皇室に献上される海産物は天草産だということですね。で、二つ目が、兵庫県明石市、タコで有名ですね。まあ、明石のタコは、実は、この天草のタコを持ってって、それがまあ、明石のタコとして養殖されたというですね、広がってたルーツはだから天草だという説です。本当ですかね。確かにですね、上天草市でしたかね、有明町には、タコ街道というところタコのモニュメントもございます。ね、確かにタコ美味しいんですよ。そこでタコ焼きいただきましたけど、で、プリプリで。やっぱ天草、こうね、こんだけね、やっぱ、宣伝みたいな大分人にとってですね、やっぱこう、熊本の天草の台みたいにこう地元自慢できるようにならない、やっぱダメだなという感じました。で、余談ですけど、タコといえば、ジュースの、工藤ゆめちゃん、はい、タコ大好き少女です。今度ポップミュージックポッポッポで鳩になってますけど、ねえねえし、皆さんご覧ください。
さということで、気持ちいい温泉ですね。ちょうど今湯上がりでですね、撮影しておりますが、髪がなんかちょっと乱れてますけども、ほんと気持ちいい潮風と、そして温泉がね、魅力的さ、洞窟温泉、今回赤湯に入りましたけどもね、白田がコンプリートです。でも九州各地、個性派な温泉揃いですので、またこれからもどんどん楽して、そしてまた皆さんにご紹介したいと思いますので、ぜひ天白さんもお越しください。なおこの後ですね、私また1時間半か2時間移動して、また別の九州温泉堂の施設に入ってまいります。いわゆるこの古代のですね、お嬢様になっている施設でございます。本当に感動するんです、申し訳ないです。ということで、最後にご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録ぜひお願いいたします。さあ最後に海に向かってみますね。君を見つけたこの渚に、海に向かってありがとう。頑張ったぜ熊本。